ドジャース大谷翔平ワールドシリーズの優勝だけ、そこだけ新天地で宣言。ドジャースに移籍した大谷翔平が新天地での挑戦を宣言。彼の目標はワールドシリーズの優勝だけに絞り、その決意をファンと分かち合いました。一方でトークショーではジョークを交え、ファンを楽しませる一面も見せ、新たなスタートに期待が高まっています。大谷はファンとの交流イベントで、1年目のつもりで入るので、このチームの1年目新天地でのスタートに心から意気込んでいると語りました。手術した右肘も順調に回復し、開幕戦への出場に向けて意欲的な姿勢を見せています。さらにファンとのコミュニケーションでは笑いと共感が絶えず、心温まる一面を見せました。取材では大谷は右肘の状態やキャンプについて詳細に語りました。手術後もティーとトスバッティングは 100% で行い、アリゾナでのキャンプに順調に参加中。愛犬デコピンとのキャンプ帯同にも言及し、ファンとの交流を大切にしています。トークショーでは新たな仲間である山本由伸投手や通訳の水原一平氏との関係にジョークを交え、リラックスした雰囲気で楽しませました。さらに MC からの質問に対する大谷の回答も魅力的でした。山本由伸投手について可愛げがある、先輩に好かれるんじゃないかなどとコメントし、笑いを誘いました。また17番を譲ってくれたケリー投手の奥さんへのプレゼントに関しては、素晴らしい動画への支払いをしました、笑いとユーモアを交えて答え、ファンを笑顔にしました。最後に、大谷はワールドシリーズの優勝だけが目標、ファンと一緒に戦っていけたら最高だと締めくくり、ドジャースファンの心をしっかりつかみました。新天地でのキャンプが始まる日を迎え、彼の挑戦がますます期待されています。ドジャーファンは笑顔と興奮に包まれ、新たなシーズンへの期待が膨らんでいます。大谷翔平選手の新天地での挑戦は、ファンやメディアから大きな注目を集めています。彼の目標はワールドシリーズの優勝に絞られており、その決意と意気込みがファンにも伝わってきました。右肘の手術も順調に回復し、キャンプに向けて意欲的な姿勢を見せています。また笑いの絶えないトークショーではファンを楽しませ、新たなチームメイトやスタッフとの関係も円滑に進んでいるようです。これからのキャンプやシーズンでの活躍がますます期待されており、大谷翔平選手の成功を心から応援しています。